聞いた。今回は簡単に下腹に効くレッグレイズというのを紹介していきます。レッグレイズといえば下腹を効かす腹筋なんですけども、実はお腹へこませるためには通常のレッグレイズよりもゆっくり動いた方がいいんです。なかなか下腹がへこまない、腹筋に効きにくい、レッグレイズを行っても腰が反れて腰が痛くなる、そういった方には簡単たった5回で下腹に効く方法になります。一緒に頑張っていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、下腹にしっかり効くレッグレイズのやり方を紹介していきます。通常のやり方とは異なりますので、解説をしっかり聞いてもらって、スマートフォンを持って一緒にやっていきましょう。下腹の腹筋することで本当にお腹へこむのって思ってる方多いと思うんですが、へこむんです。なぜかというと、下腹の腹筋を鍛えることによって反り腰が改善されます。反り腰が改善されると姿勢が良くなるので、姿勢が良くなるとお腹ってへこみます。腹横筋が弱い人ほどお腹を押さえる力が弱いので、お腹が前に出てしまいます。そうするとお腹が重たくて腰が反れて姿勢が崩れる、お腹がへこまないっていう風になります。そこの改善をできる腹筋方法になっています。一緒に頑張っていきましょう。まず腹筋に効かすポイントとしては、腹筋の溝を埋めるっていうことが腹筋に効かす方法です。そして今回は埋めた腹筋を引き伸ばしていくので、簡単にお腹に効かすことができます。やっていきましょう。はい、やり方はとっても簡単です。たった5回でいいです。1回につき息は10秒間目安で吐いてください。息吐くときはお腹をどんどんへこませるイメージです。スマートフォン持って上向いて寝ます。ここから上体をぐっと起こします。上半身だけ起こします。まだ腰は反れてる人もいると思います。腰がついてる人は OK です。ここから足を肩幅に広げて持ち上げます。そうすると腰がつくと思います。この状態で今溝が埋まっている状態です。その溝をゆっくりゆっくり引き伸ばしていく感じです。で寝ます。これが1回。息10秒吐きます。寝たら息吸います。息吸って起き上がったら吐きながらふーっていうのが10秒間目安です。とにかく上体が倒れていかないように、お腹縮めたまんまで足を下げていきます。そうするとお腹が引っ張られてお腹に効きます。いきましょう。上体しっかり起こしていきます。スタート。息吐きます。ふー、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、吸って吐きます。ふー、あーもう効いてきた。3回目。上体が前に起きたまま。4回目。どんどん吐いて、上体がキープキープ。ラスト。溝を埋めたまま、耐えて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 、ダーッ、うおほほほ、 OK。 そしてさらにまだ追い込みたいっていう方にですね、もう2種目用意してます。一緒にやっていきましょう。上体を起こして足を上げて手は上、スマートフォン見ながらでいいです。もし首つかれる人は起こしておいてください。この状態で20秒間キープするだけです。呼吸はできれば長く吐きます。10秒ぐらい吐いて吸って、また10秒ぐらい吐くイメージです。
たった20秒いきましょう。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。あラスト、膝をついたプランクをやっていきます。プランクのいいところは反り腰の改善、そしてお腹を下から持ち上げますので腹横筋が身につきます。これを最後20秒間キープです。やり方としては、通常肘は体の下に置くと思うんですが、今回はバンザイ、バンザイしてスマートフォン持って肘しっかり前出して、腰をしっかり丸めて体を浮かせる、こういうイメージです。もしお腹が持ち上がらない人は少し肘手前にしてもいいです。でもあんまり手前すぎるとお腹効かないんで、ちょっとは前です。これぐらい。最後20秒やっていきましょう。できる方は肘はしっかり前、いきます。スタート。普通に20秒キープ、頑張って下に上がるお腹を持ち上げてください。ぐーっとお腹を持ち上げてキープ、うん、キック、お尻しっかり締めて OK。 ダー、お疲れ様でした。いや、今のね、お腹を締めたままキープっていうアイソメトリック収縮というのを使ってます。力っていうのは普通に入れる、戻す、入れる、戻すの繰り返しなんですけども、戻すときにただ力を抜いて戻すんではなく、力を入れたまま引っ張られることによって簡単に腹筋に効かすことができます。腹筋ローラーがそういった原理です。で、今回3種目紹介しましたけども、お腹をへこませるためにとってもメジャーな3種目です。レッグレイズの応用編、デッドバグ、膝をついたプランク、どれも簡単で少ない回数で効く腹筋方法になりますんで、ぜひね、動画を何度も見ながらチャレンジしてください。頑張ってやってみたよ、効いたよって方はですね、よかったらグッドボタンやコメントで教えてください。各種 SNS も行ってますんで、インスタグラムの方では毎日今配信してます。こういった喋ってることを早送りにして、動くところは通常のスピードで配信してるので、ゆっくり話す聞くのめんどくさいなって方はですね、インスタが向いてるかもしれません。よかったら説明欄からリンクのフォローもしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。